しれん。で、これ一番楽しみよですってから、まあ、これちょっと知ってた方がいいな、明日なんかあのトークとかみんなあると困るからと思って家帰ってあの見たんですよ。そしたら6枚も入ってる。6枚組。ほらほらほら、どっから見んねん、いつまで見るねん。そういうのありながら歌になりました。そしたら見ましたでしょ、あの踊りといい、すごかったっすね。どんな問題の踊り、はいはい、で、はぁとかさ、あのだから踊り、なんかこうアッコさんが歌って、はい、彼女が歌う、そのちょっとした感想の隙間に、なんかどうすごい上手かったでしょ、ね、なんかマイケル・ジャクソンっぽくなかった。足振り上げたり手上げたりも、いやだから私ね、楽をしてましたよ。すごいなって言ってね、うちのあのマネージャーとかあと役員とかに言ったら、さんもデビューした時ああだったんじゃないですか、みんなにすごいって言われたんじゃないですかって言われて、ああそうか、私のは年下だったな、そのデビューした年が ね、 その時やっぱりすごい子が出てきたとかね言われてて、でもあんなに物おじしないというかね、で決してお行儀悪くないのよ。知ったら終わっちゃったらさ、私はその振り抜き終わってよかったねって一曲間を置いて隣のスタジオ行かなきゃいけないから、もうあれ隣のスタジオだったんですね、あの鐘鳴らすのあなた、はい、で隣のスタジオは NSP だったか、AKB だったかちょっと分かんないけど、あの連弾で誰かを歌って、あそう乃木坂46の、あそうかな、と武部さんの連弾がありました。そうそうそう、だからそれがあるから私はもうビャーって言ってたら、えっえっって声聞こえるから、どうしたのったらね、ヤスカちゃん泣いてんのよ。感想の泣いたって言ってました。翌日、うん、日本放送にちょうどモモクロ5にいらして、はい、その時にアリアスさんに話を聞いたら、うん、私アッコさんと歌った後に、うん、なんか感極まって、そうなの、声出して泣いちゃったんです。そうなの、やっぱ泣いてたんですか。どうしようね、感動したんだって。ああこういう風にすら男はイチコロだなって。なんでそこで男の気持ちになるんですか。いやそれでいいねっつってね、いいですね、なんか自話で、ね、うん、でだってそうやってコラボできるっていうのがまた楽しいと思わない、19歳と60過ぎて、しかもくままアッコさんにかけてもらった言葉が嬉しかったって言ってましたよ。いやよかったってアッコさんが言ってくれたんです。そうそう、本番が一番良かったもん、うんうん、めっちゃ良かったよっていう言葉を受けて、うん、もうねやっぱ彼女は彼女で画面上はリラックスしてるように見えましたけど、はいはい、すごい緊張してたんですって本人曰く。涙が止まらなくなっちゃって、いやでもね、いい仕事させてもらったと思って、私には想像もつかないから、そういう人たちとコラボやりたいっていうの、だからそのフジテレビの菊池って言うんだけど、いいあのコラボレーション本当感謝よ、ある意味。そうですね、こう組み合わせというのも誰かがやっぱりやらせてみたいと思わないと、でもね、やっても全然合わない時もあるし、まあまあ違うなと思う時もあんない、何でもかんでもいいってわけじゃないからこそ、そうまくいった時は嬉しいです。いやそれでね、でその日はこうして、じゃあもうこれで切り替えましょうと、今日は自分の歌ばかりになったし、その古い日記とあの鐘とあの有名だったから、で明くる日 BS でそのニラサキ、ニラサキ、うん、山梨県ニラサキ、山梨県ニラサキ市、これがまたね、まあ BS 日本の歌って割とあのファン層がこう上だと思うですよ、だと思いますね。もう本当に私と美川さんで、美川圭一さんでスペシャルコーナーってあって、ね、はいはい、でシャンソン歌ったりいろいろするんですよ、で私と美川さんを外して10人の方がお出になってるので、ほとんど演歌です、まあ、美川さんもどっちかっていうと演歌ですよ ね、で私がポップスとか、まあ、歌謡曲なんだけど、で5人は分かるんですよ。いつもうちのマネージャースケジュールに他共演者とか書いてくるわけよ、はい、でこの人はどういう人とかって、その人についてなんか資料もらったり、あなるほど、で10人のうち5人は分かるんですよ、城之内早苗さん、だから松原信枝、それから、長山優子、はい、でジェロ、あジェロさん、で山川豊、山川豊さんでね、あとの5人初めてなんですよ、名前出せないけど、初めてでうちのマネージャーがね資料作りながら入るでしょ曲に、歌番組ってまあ今回は美川さんが一番先輩ですけど、ご挨拶私はお伺いしましたけど、必ず皆さん挨拶いらっしゃるの、マネージャーが
勝してても初めて見たぞ。二重にトラップがありますね。化粧してる姿もあまり見たことがなくて、初めての方もしかもそれがすっぴんでもしいらしたらという、いやほとんど、そしたらね、はい、着いた途端に、着いてちょっと早めに行ったんですけど、混んでると嫌だからね、帰りなんかだって八王子であの事故があって結構かかったんだから、で行きもそういうことがあったお父さんにね、間に合わないから早め早めに、そしたらまあ長山陽子、それから城之内早苗、松原信枝、あの辺はなんとなくね素顔で来たんですよ、やっぱり。あ、やっぱり素顔ですね、はい、素顔で来たけど、おおとかって言いながらね、ほんで城之内なんて、あの主人がよろしく言ってます、誰だっけお前とかって言ったら、あの木村です、木村さんってフジテレビにね、のど自慢やってて、ザ・ディレクターっていう、昔あのなんていうの、セーターをこう肩にかけて、あれが流行った元だって言われてる人がいるのよ、名物ディレクターの木村さん、そうそう、それで、はいはい、パチンと鳴らして、うん、キュッとかってね、はい、あんなイメージの、はい、わーそうだったとかって言いながら、であと松原信枝も、お前痩せたんじゃねえのとかって言いながら喋りながらの、長屋もよくも子育て大変だねえの言いながらのご挨拶、わざわざありがとうしか言えない。もうカメリアになるとその人たちはお化粧されるからね。いやー、この差なんとも言えない。それでまあスカパン音楽祭は、まあ、お客様入ってらっしゃらなかったけど、まあ私はももクロとやって、で私の前後に乃木坂40あの年段がね、とか46とか、まあ佐田くんとか、もうあの BS 日本の歌、お客様の大半があのマスクしてらして、あの客席映ると確か年齢層高いですよね、あの BS 日本の歌、もうのんびりしてらっしゃいましたね、のんびり、はい、その、この格差というか、いやでもね、それでもこんなことを、まあ、ラジオで私物化してあれだけど、私のいつも言う不安の人ね、出待ちっていうかね、そこにもいたんですよ、私が歌う前に。あ、そうですか。だから12時頃ですよ、本番7時からなんだ、寒いの、何の雨降ってるし、もう私ね、その前日のスカパーで緊張してるから絶対緊張しないで歌おうと思っていながら、今年のテーマは上がんないことだと思いながら、その不安の彼女たち、彼らを見て、この子たち、この子たちってもう50、60歳だって中学生から不安だった、でも出会った頃はこの子でしたから、そう、で、この子たちの心に、せめてこの子たちの心に届くように私は歌わなきゃダメだと思って、ありがたいな、不安ってありがたい、ほんまありがたいと思いながら、本番ヘロヘロでしたね、ヘロヘロになっちゃった、やっぱりちょっといつもと違う会場、なんかね、で知らない人にあくちゃんとかって、お昼12時から再放送があるそうですから、ぜひこちらも